はい、どうも、キタイです。今回もご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、久々にイメチェンをしようと思っていつもお世話になっている美容室に来ております。髪色はね、多分すぐネタバレになっちゃうと思うんだけど、今からとりあえず行ってきます。はい、ということで美容室にやってきたんですけれども、今ね、まだ黒髪なんですけど、新しい髪色気になりますよね、皆さん。新しい髪色発表まで3、2、1。久しぶりだね、君ね、マジで久々。あ、ご紹介をします。はい、小杉くんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。そう、今回は金髪にしました。本当は根元からの金髪が良かったんだけど、なかなかなくて、デルネーションバリーって、うん、確かに間違いない。海外のサイトとかだったら根元から金髪あるんだけど、なかなか日本のやつなくてさ。あ、これ日本の？これ日本の、いつもお願いしてるシュガークランツのウィッグです。今回これをね、切っていこうと思います。まあ、仕上がりはお楽しみということで、あんまり深く触れずにいこうと思うんですけど、お、急になんか竹沢カレンみたいな顔の外跳ね具合が、顔全然違うけどさ、竹沢カレン感すごいね俺のあんな抽象的な説明でちゃんと理解してくれる小杉さん、確かに抽象的だったね、だいぶね。とりあえず一旦長崎行って、うん、から、そうですね、決めていきましょうか。じゃん、こんな感じで。もうだって結構形になってるよね、そっちはね。長さ変えずに、さっきのここだけちょっと前髪を短めに切ってみました。こう毛流れできる感じで超いい感じ。こんな感じで切っていこうと思います。多分誰をイメージして今回切ってるかっていうのをね、ちょっと皆さんにクイズというか考えてほしいなと思ってるんですけど、誰か分かりますか皆さん。これで分かったらすごいけど、髪色違うからな、ね、襟足、うん、なんか今カール、もうちょい切るけど、後ろのこれ、うん、今すごいカールしてるからさ、分かりづらいけどさ、長いかな、もうちょい切っておこう。切って変じゃなければ、うん、10万人超えたの？12超えました。あと4000人で13。マジ？ YouTuber じゃん。え、一応なんか YouTuber 的な感じをやらせてもらってるんですけど、でも結構さ、やっぱさ、見せたさ、あるアーティストのさ、髪型っぽくなってない？割と、うん、近いよね、近しいものあるよね、うん、近づけてきてるから。あ、あわかるかな、みんな。ちょっと誰の真似というか、真似じゃないけど誰を意識して切ってるか。もう結構ぽいよ、本当にその人っぽい。ぽいでしょ、髪だけ見たら。さ、この絵をさ、めっちゃすごい絵が飾ってあるじゃん、また、うん、これは売ってんの？売ってるよ。マジ、うん、すごい理想じゃん俺の好みを全然理解せずに言ってるじゃん3万5000円。嬉しくない？これとか意外と安くない？いや、意外と俺野良価格だから、このシャネルの広告やってるアーティストさんが展示してくれてる、うん、このブランドの結構好きそうな絵がいっぱいある。だからこの席に座らせたんだ。あ、それまで着々と進んでおりますね。もっと自然。石川家結構あるじゃん、大打撃だったじゃん直後は。 ね、緊急事態宣言中はね、今もう割と戻ってる。今はもう完全に復活、うん、むしろ忙しい。あ、すごいね、よかったね。コロナ前より混んでる。すごいじゃん、いつもさ、ストーリーに流してるじゃん、うん、コロナ対策めっちゃしてますっていう、うん、万全にしてますっていう、うん、あれすごいいいよね。あ、ここまで徹底してるとこないじゃん、あんまり。まあ、あんまないかもね、マスク配ったりとかも。うん、どう？いい感じ。結構いいんじゃない？うん、だいぶ切ったけど、うん、そう、これもみあげっていうか、この生え際ちゃんとしてるから本当にすごい元がね、うん、ロングだったからね。でももうこんなに短くなった。エアドネーション
人毛だったら全然提供したいけど、うん、そう。これとも完成形ですか、これは。一応靴のがセットしてるんです。この辺の毛量とかどうしようか。ここね、でも、うん、こんなもんじゃないのかな、うん、かっこいいよね、普通に、うん、この綺麗な生え際を生かされている。最近なんか大きい買い物した？最近ね、うん、車買ったの。車？うん、どんなやつ？車ってすごいね。うん、車、あ、今もバカでかい買い物じゃん。キャンプ行くんだけどさ。うん、そうね。まあ、キャンピングカーじゃないよね。あ、キャンピングカーじゃないの。急にキャンピングカーじゃないんだけど、ちょっと今ちっちゃくて、なんかまあ、買い替えてもいいかなと。買い替えたんだもん。あ、ね、まだ12月納車。12月末とかに、まあ、半ばぐらいになるかも。新しい車の、うん、何銘柄っていうか。あ、車種？車種。車種は、ゲレンデのバージョン。すごい高いでしょ、また。まあでも、ほら、古い車だから、そんななんかさ。前なんかさ、ベンツって言ったっけ？あ、そうそう、ベンツのゲレンデのバーゲンって、だから。あ、じゃベンツかな？あ、ベンツの。結果ベンツにしたの？結果ベンツにしたの。なんか、いろいろもあったんだけど。まあ、どうせ買うならいいんだよ、ベンツでしょ。よくそれで最初なんか、うん、給料ないとか。いやだから買ったから貧乏とか言った。ああ、だから買ったから貧乏なの今。すごいね、車は桁が違うわ。ちょっとレベチ、うん、キャンプで使うんです。いいね、キャンプにベンツで行くの。ベンツ、まあそういう車なの。そんな人いるだって、うん、あ、そうなんだ。運用車なんだ。へえ、ゲレンデの車だった。どうそんな大したの。車って言われたら何も言えないの。ちょっとごめんなさい。そんなの、車出されたらもう俺何も言えないの。ちょっと今年1年のご褒美プラス、うん、あと何、誕生日が12月だからそのプレゼントプラス、うん、で普通にバッグも買ったんだけど。何エルメス？あのシャネル。あ、シャネル、うん、あれボーイシャネルの、うん、なんかボーイシャネルって何か、なんかメンズラインのシャネル。あ、そんなのあんの。そう、へえ。シャネルゴールドじゃん割と、うんうんうん、金具とか全部。確かに。それがシルバーなの。そういうのもあるんだ、シャネル。そう、俺シルバーとか好きだから、うん、それの、なんか、かわいい、ショルダーバッグ。を買ったの。買った。だから、その車って言われたら俺もさ、俺すごい処分聞こえるじゃん、なんかちょっと。ねえ。あの、悪気は本当になかったよ。順番間違えてた、俺から言えばよかった、それは。手先聞くから、カットかなぁ。カットだね。ここもカットかなぁ、ちょっと。後ろいつもさ、マジペタンコになるんだよね。もうちょいハイレイヤーにしとこうか。じゃあ、そう、毛量はないのマジでここ。そうだよね。ですぐここ、割れちゃうの。割れちゃうし薄くなりがち、すぐ。じゃあここちょっとレイヤーとすれば。そう、後ろのボリュームを持たせたい。うん、なんかちゃんとしたらちょっとタイトにまとまりそうだし、アイロンしたらなんかちゃんと遊べそうだし。なぜこの廃業視線。これセットしていきます。指紋なんで毎回ね、うん、コツを覚えてますか。いや毎回忘れちゃうんだよ。熱を与えて指で巻くんだよ。そうです。 そう、それは覚えてない。この指のこの使い具合が結構難しい。そうね。でも、始めたからか。ビッグ何度それ。160度。 あんまり熱くても意味ないでしょ。そう、いや、なんか高すぎると溶けちゃうから、うん、これもともと多分ね型ついてるじゃん、流れる。だから、うん、毛先だけの方がいいかもね。あれだったら。そうか、そうか、あんま取んない遊ばせたいところだけとか。じゃん、完成です。いいね。めっちゃいい、うん、めっちゃ良くない、マジで。え、誰意識分かってくれるかな。触るかな。触るかな。じゃあ今回はあのストレイキッズのソンジンを意識して切ってもらいました。伝わるかな。髪色若干違うけど似てるよね。嘘じゃん。そういうなんかちょっと今日なんかご機嫌とみたいな、すごい調子いいことばっかめっちゃ言ってくるんだけど。笑います。嬉しいけど。こんな感じで仕上がりました。
はい、ということで自宅の方に帰ってきました。どうですか、自分的にめっちゃ気に入ってるんだけどさ、本当にさ自然すぎん。リンクはね概要欄に貼っておくんだけど、今回もシュガークラウンズのウィッグを使ってます。もうね8年間ずっとシュガークラウンズのウィッグを僕は愛用してるんですけど、本当に毎回毎回天才的に素晴らしい。雰囲気変わるよね。ウィッグによってはやっぱりね、いい悪いがあるので、こういう風になんか毛流れがちゃんとしっかり出るものもあれば、切った瞬間にこうザクッと、そこからどう頑張ってもアレンジできなくなっちゃうみたいなウィッグもあったりするので、本当にウィッグは、出会うウィッグによって個体差あるんですけど、本当にね、このフロントレースの僕が最近ずっと愛用しているシュガークランツのウィッグはマジで本当に天才だなって感じですね。ウィッグのカットは僕だけの、特権というか、僕が友達だから切ってくれてるだけなんだけど、ウィッグカットは全然受けたまわってないので、そこはちょっとご注意くださいって感じなんですけど、だってウィッグでこんだけウルフカットさ、綺麗に決まるんだよ。すごくない？本当に、めっちゃいいね。秋冬は、ちょ、金髪で行こうかなって思っております。はい、という感じで今日は久々の夢チェン動画でございました。いいと思った方は、グッドボタン、高評価、チャンネル登録、通知もぜひぜひお願いいたします。あとですね、僕のインスタグラム、ついに3万人を突破いたしました。ありがとうございます。こちらのインスタグラムになってまして、あと最近ちょっとなりすましがいた件がちょっとあって、アカウント名をね、ちょっと変えたんですよ。キムギテアンダーバーオフィシャルになってるので、そこもね、ちょっとご注意いただければなと思います。はい。ではまた次回の動画でお会いしましょう。イテでした。バイバーイ。